皆さん、今日は日本共産党を丸ごと知ってもらう集い、このように案内ご案内をさせていただいて、今日皆さんにお集まりいただきました。もう共産党は丸ごと知ってるよという方もいらっしゃるかもしれませんが、今日はそういう方は新鮮な気持ちで、また初めてお話を聞いていただく方もまた新鮮な気持ちでお聞きいただけたらと思います。はじめに主催者の挨拶を、日本共産党の東部地区委員長三浦千尋氏よりさせていただきます。どうも皆さん、こんばんは。今司会者からありましたように、佐々木園長さんが語る集いにご参加いただきまして本当にありがとうございます。今の情勢、今日お集まりの皆さんは共通していると思いますけれども、安倍内閣のとてつもない暴走が始まっております。今度の国会を通じまして、それぞれ各政党の立ち位置もかなりはっきりしたんじゃとないでしょうか。有権者にはっきり見えるというふうな形が作られているんじゃないかと思います。毎日のテレビを見ていますと、なんか私たちの方がこう追い詰められているような状況、まあ、そういう気分になりますけれども、全く違うと私は思っております。今の重要な課題、どれをとっても5割以上、6割、そういう方々が安倍内閣のやり方に反対しているというのが今の世論ですし、ですから追い詰め、私たちの運動が安倍内閣を追い詰めているというのが正確にやっぱり今の情勢じゃないかというふうに思うんですね。ですからそうした状況が私たちのこの間の活動を通じてもかなり世の中にも明らかに現れているというふうに思います。支部の皆さん、これ地域や職場に共産党の支部が、組織があるわけですけれども、支部の皆さんが宣伝カーを初めて運行したと。で、その宣伝カーの流しの声を聞いて、新聞が読みたいということで、事務所に実は申し込みがありました。またそうした緊迫した、まあ、国会は今日で終わり、事実上金曜日で終わりましたけれども、そうした緊迫した国会の状況をまた後で佐々木さんの方からお話があると思います。実はこの集いは私たち初めて開きました。演説会は何回も開いているわけですが、この集いなぜ開いたかということで言いますと、今の政治、それから日本共産党に対して皆さんも司会者から言いましたように、いろんな質問や疑問もお持ちだと思います。そういう質問疑問に答えていただいて、日本共産党を文字通り丸ごと知っていただくということで、この集いを開催いたしました。皆さんにお集まりいただきました。ぜひ今日お集まりの皆さん、安倍内閣の暴走に対して、そうした狙いに対して本当に戦争できる国にしない、子どもたちや孫たちを戦場に送らない、こうした政治をですね、ご一緒に作っていこうではありませんか。そのためにもぜひ皆さん、日本共産党の入っていただいて、そうした運動を大きく大きく広げていきたいと私たちは考えていますので、ぜひ佐々木健三さんのお話を聞いていただいて、重ねてでありますけれども、日本共産党の一員になっていただいて、そのことをお願いいたしまして、主催者としての挨拶といたします。どうもありがとうございました。